はい、どうも、毎回くだらない投稿をしているシンです。前回はですね、やっぱショート動画で言った通り、なんか動画全然撮れませんでした。では、前回言った通り、ここから行きますね。実はですね、これなんですけど、このヘルガーとか、こういう不安定ワンマイとか、ヘルガーはですね、あれですよ、大洞窟で捕まえてるんですよ。はい。結構ね、20キロメートルが強くて、ちょうどいいんですけど、じゃあ行っていきましょう。ナダネさん倒してイヤギゲットしたからね。まあ、そこは、前回までお見せできなかったんですけど、すいません。ちなみに、ここにいる隣の、サイクリングロードにいる人は、戦ってないです。全部避けてきました。あ、ポニータ、捕まえとこ、一応。ハンマータイプは一応強いんでね、結構。はい、余裕。このタイプ好きなんでね、ぼちぼち捕まえていきましょう。で、行きましょう。ちなみに、林亀とかいますけど、これって動画外で進化してるんですよ、一回。暗いな。という時のために、ルクシオにフラッシュを覚えさせているのだ。これで、視界はめっちゃ広いはず。岩砕きも覚えてるよ、もちろん。はい。ファルコン、パンチ！うん、砕くよ。どんどん砕いて。それ敵が出てこないね、そんな。ポケモン出てこない。なんか深まりたいとか聞いたんだけど、ここ。わかんないんだよな、ちょっと。穴抜けの紐。ほう。これで迷っても入れるね。帰れるね。ちなみに自分方向音痴なんで、持ってこいっていうやつですね、自分には。あ、ドーミラー出てきた。ヒミコの鏡。岩ならでや。まあ、そう聞かないですね。はい。やっぱ、鏡なんで。混乱か、ちょっときついな。竜の息吹。サボにもありますね。竜の息吹って感じで。ほんとかっこいいっすよ、その技。よし、いいね。もういいかな？まだ早いか。つか、ほんと久しぶりの実況なんで、いろいろテンションおかしいことになってるんですよ。よし。もういいか、岩ならで。岩ならで当たれー。当たったー。しっぺ返し。いた。あ、すいません。ちょっと待ってください。いけ、モンスターボール。A 連打。昔やったんですよ、結構 A 連打って。そうするとなんか手に入りやすくなるって、なんかそういう系です。プラチナ行ったことあるんで、ちょっといろいろ先のことわかるんですけど、別にダイヤモンドパールやったことないんでわかんないんです。ちょっとそこら辺は。よし。ちなみに、ここの左にもちょっと入り口があったんですけど、行けなかったですね。怪力使わないといけないそうです。ちょっとこのおっさんは、ちょっと絡むとめんどくさくなるんで、諦めてきます。さて。よいしょよいしょ。ザバザバ。やいギリ。リッパー、ありがとう。よし。あれ？イベントかな？うわ、順じゃないんだ。おい、しんくん、ポケモン図鑑の調子はどう？私はバッチリと
全然の間かな。それはいいの。今ね、素敵なもの持ってるからシンクに分けてあげる。どっちを選ぶ？右利きなんで右。なるほど。バトルスターちゃんね、さすがシンク、いいものを選ぶのね。で、ゲット。あ、知ってる知ってる。そのバトルスターチャーは、もう使えばもう一度戦ってくれるトレーナーがわかるんだよ。シンくんポケッチは？うん、持ってるね。じゃあこっちもあげちゃう。シンくん頑張ってるし。あ、ありがとう。これ、それ左に入ったもんじゃね？あんたの。変に。シンはアプリのポケッチに追加した。ダジングマシンは見えない道具を探せます。ダジングマシンはね、とにかくタッチしてみるといいよ。自分は周りに見えない道具が落ちていたら、そのことを教えてくれるから。特に暗い動物があると結構見つかるの。じゃあポケモン図鑑も頑張ろうね。仲間の博士も期待してるし。どこ行くね。剣眼山ついに来たね。剣眼山は？あ、赤木さん、チーズ。君は世界の始まりを知っているか。うん、アルセウスでしょ。今絶賛発売中なんでみんな買ってくださいね。俺は買ってないけど。この天眼山は新宇宙の始まりの場所。そういう説もあるそうだ。へえ、赤木さん詳しいね。できたばかりの世界では争い事などなかったはず。ポケモン勝負と争うことは全然違う。君はポケモントレーナーならそのことを忘れないでほしい。とはいえ、心は弱いから難しいだろうけどね。では失礼。じゃあね、赤木さん。また今度は戦おう。よし。さっきボスにも会ったことやし。うん。このまま進みますか。狭いな、ここ。あいつと戦うの楽しみにしておくよ。その前に。よし。あぶねえ、ここだったら普通にポケモン勝負になった。あぶねえ、やばい、やだやだやだ、あんま戦いたくない。よいしょ、早く前向け。あれ、なんで横向かないこの人。戦わなきゃいけない、めんどくさ。黙ってこれを持っていけ。金飯を手に入れた。え？ミカルゲの玉？お前何者なん一体。次回はなんとヨスガシティ1周年を迎えたシンはこの辺なんとまだバッジを3つを持っていなかった状態だった。そして急いで地面へ向かうと。次回シンの部屋シースデュエルスタンバイ。